います。シュナタンです。やばい、声がなんか半音高いということで、今日はちょっと久しぶりに私の一日の食事紹介していこうと思います。最近の定番のメニューとかがあるので、それを今日も作って食べていこうと思います。ということで、朝ごはん作るぞということで、朝は最近はもうアサイーボールを作ってます。やっぱ夏暑いから冷たいものとか食べたいなみたいな。まずこのアサイーの元というか、これはちょっと 1,2 分ぐらい流水で扱いやすいようにします。で、このアサイーとミックスしていくのが、冷凍しなくてもいいんですけど、私アサイーは固めがいいなと思ってるので、バナナ、冷凍のバナナ1本分と、こちらのブルーベリーを適当に入れちゃいます。そしてここにアサイーを入れます。たらここにリンゴジュースを加えます。とだけ、これでブレンド。こんな感じにミックスできました。そしたらこれを器に入れていきます。あとはこれに好きなものをトッピングしていくだけなので、私はバナナ半分ぐらい。そしてベリー系ちょっと、まあ、適量。でグラノーラ、何でもいいと思います。適量入れます。ちょっとジップロックに入れちゃってるんですけど、アーモンドスライスをここに入れて、でこれもちょっとジップロックで申し訳ないです。ココナッツ、ココナッツも入れます。で最後なんですけども、これは別になくてもいいんですが、この朝摘みパウダー何これ、炭ですね、ヘンプチャコールってやつなんですけど、これも入れます。これはなんかデトックスとかをしてくれるもので、別に味はないんだけど、そのデトックスをしてくれるよみたいなやつなので、これもちょっとだけ入れて完成。うわ、美味しそう。はい、ということで、ではいただきます。やばい、美味しそう。こんな感じです。朝ごはん最近ほんと大体アサイーが多いです。うん、うん、うん、最高。でもね、これね、あの炭が口が真っ黒になるんだよね。そうだ、焦ってた。だからちょっと知らなくなっちゃうかもだけど、許して。これはもう不可避なので。あとアサイーもなかなか唇が紫色になるんですけど、許してください。うん、なんかアサイーって私も食べる前、初めて食べる前思ってたんですよ。アサイーってどんな味みたい なんか色的にベリー類じゃないですか、絶対的に。でだからなんかそういったベリー系の味するのかなと思ってたんですけど、やっぱ
なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、まあ、でもアサイーって色紫のように混ぜてあるから、バナナとかフルーツとかヨーグルトとかミルクとか混ぜてるやつもあるんですけど、だからアサイー本来の味が私もあんま分かんないんだけど、なんかそこまで味がしないって言ったらあれだけど、なんか思ったよりも味そんなにないと思う、アサイーの味だから。ほんと冷たいスムージーみたいなでもめちゃくちゃ栄養価があって美容にめっちゃいいから、だからほんと女子にめちゃくちゃ人気ですよね。私めっちゃ簡単だから最近もうこればっかりです、朝。うん、なんか髪の毛がめちゃくちゃ伸びてきたな。あ、そうだ、今日だって今日これ撮ってる、明日美容行くんですよ。ちょっとニューカラーにしようかなと思って、多分その動画が先に出てると思うんですけど、ニューカラーにしてくる。ちょっとドキドキなんですよね、初めてのカラーだと思うから、ドキドキ、楽しみだな。でもなんか久しぶりのイメチェンな気がする。じゃあ朝ごはんはこんな感じでした。またお昼に会いましょう。バイバーイ。はい、ということでお昼になりましたので、ご飯作っていきたいと思います。ちょっと簡単にメイクとかもして、洋服も一応着替えました。昼は大体まあ簡単なものを作るんですけど、まあ全部簡単なんですけど、朝昼夜昼は特に簡単で、もうパスタとかが多いかな。パスタにもうパスタソースかけてとかが多いんですけど、今日はちょっと初めて買ったパスタがあって、このね、どっちもカルディで買ったんですけど、グルテンフリーのフェットチーネタイプの玄米パスタと、これもカルディのゴロゴロタラコの贅沢和風パスタソースっていう、これを買ってきたので、こちらを作っていきたいと思います。超楽しみ、美味しそう。じゃあとりあえずお湯を沸かします。トッピングに大葉を使いたいので、これをちょっと切っておきます。お湯がだいぶ沸騰してきたので、パスタを茹でていきます。3分ですって、早い。なんか麺はこんな平たい麺です。ヘイシリン、3分測って。あとこれをパスタソースと絡めるだけらしいので、ボウルにパスタとこれを入れて、ちょっとだけオリーブオイル入れます。バターでも美味しそうだけど、今回はヘルシーにオリーブオイルで。ね、このパスタがね1人前なんですけど若干多かったかな。うん、美味しそう。なんか昆布みたいなのが入ってて、ほんと和風な感じ。そしたらもうあとはこれを盛り付けていくだけです。パスタほんと最高、美味しいし、なんかこういうグルテンフリーのパスタとかも最近多いし、グルテン気になるっていう方はそういうのとか使ったら食べれるからいいですよね。実はこの生のたらこも買ってきたんですよ、私。だから贅沢にちょっとこれを乗せちゃおうかなって思います。やばい、贅沢すぎる。2個も乗せちゃった。そしたらここに刻み海苔と先ほど切ったしそをトッピングしていきます。ちょっとトッピングの量が私バカなので、めっちゃシソ切っちゃったんですけど、これはまあ美味しそうとして残しておきます。後でまた持ってこよう。ということでこんな感じで完成いたしました。美味しそうが過ぎない？ということで完成しました。私の本日のお昼ご飯、たらこパスタでございます。やばくない？美味しそすぎて、美味しそすぎてびっくり。ということで早速いただきます。ではちょっとまずこのパスタと一緒に、パスタと一緒にパスタ麺からいただきますね。
マスト。海苔本当に合いますよね、トラックパスタって。なんでこんな合うんだろう。で、麺も超美味しい、もちもちで。やば。え、ハマりそう。で、このパスタソースも超美味しい。やばい。私本当ハマったらそればっかり食べちゃう癖があるんですよ。全然毎日それでいいレベルで食べれるんだけど、ハマりそう。これ、このパスタソース爆買いしようかな。なんかたらこパスタだけど、たらこクリームパスタじゃないから、そんなにこう脂質とかもそんなにないから、でもタンパク質は取れるから、意外とヘルシーメニューな気がする。麺とかちょっと変えたら、じゃあちょっとこのたらこも食べてみようかな。贅沢に4切れもあるんでね、まずこの生の方からいただきます。うん、笑っちゃう、ほんと美味しすぎて笑っちゃう。これは美味しい。なにこれ、なにこれ、美味しい。やっぱまたこの磯がやっぱいいね、本当に。磯もマジで合う。てか私一個確かにって思ったことがあって、私パクチー食べれないんですよ。急になんですけど、パクチー好きな人の意味が分かんないんですね、正直。どこが美味しいのって思ってたんですけど、なんか見たのか聞いたのか分かんないけど、パクチーもシソと同じ分類っていう風に聞いて、あ、なるほどと思ったんです。確かにシソも結構癖強いじゃないですか、風味が。それが私たちは美味しいって言って食べてるけど、パクチーが好きな人はもうほんと風味として味わってるみたいな、だからほんとシソみたいな立ち位置なんだっていうのを聞いて、あ、確かにって納得しました。でも納得してもパクチーは食べれないけど、何回かね挑戦するんですよ、たまに。いけるんじゃないかな、そろそろみたいな。ほんと好きな人好きだし、味覚変わるっていうから試すんですけど、やっぱ無理。一生食べれる気しない、パクチーは。じゃあ次、このパスタソースに入ってた焼きたらこかな、これの方と一緒にいただきます。あ、めっちゃ味が濃い、しっかりしてます、味が。やっぱ生のたらこと違って、ちょっとこうパサつきじゃないけど、一粒一粒がしっかりした感じはやっぱありますね。もちも美味しい、マジでこれハマる。ちょっとしそと海苔追加しよう。持ってきた、このままみたいな。えい、全部入れちゃおう。マジこれ食べてみてほしい、みんな。このパスタソース、パスタもでも美味しい、めっちゃ。やっぱ生タイプ美味しいな。あ、めっちゃ見えてなかったコップで全然見えてなかった。かけすぎこれ、最高。もはや何パスタみたいな感じになってる、もう。草パスタみたいになってる。これ私マジであっという間に食べ終わっちゃう。みんなは何パスタが好きですか？私何パスタが好きだろうな。パスタは結構基本的に全般好きなんですけど、でも逆にあんまり頼まないなっていうのはカルボナーラとかかな。カルボナーラってあんまりなんだよな。うん、でもやっぱ私はトリュフパスタがあったら絶対頼んじゃうかも。シーフード系も結構好き。イカスミパスタとか。この前イカスミもなんかどっかでパスタソース買って食べたんだよな。美味しかった。まあ結局全部美味しいということで、じゃあお昼ご飯はこんな感じでした。また夜お会いしましょう。バイバーイ。こんにちは。ちょっとまだ夜ご飯じゃないんですけど、みんなに見せたいのがあるんです。こちら今から開封したいと思います。せーの。嬉しい、本当に。めちゃくちゃ嬉しい。まあ、このサイズ感を見てもらったらわかるかな。かわいい。うっすら見えた、うっすら。丈夫すぎてなかなか開かない。超かわいい。この椅子が届
届きました。チェコのアンティークの椅子らしくて、私はこの布の柄にめちゃくちゃ惹かれて、この色合いと超好きと思って一目惚れしてこの椅子ゲットしました。座り心地もめちゃくちゃいい、最高。前に動画でも出したんですけど、カフェスペースを作ったじゃないですか。で、椅子が今ちょうどいいのがないって言って、ずっと探してたと思うんです。で、私、前に玄関に置いていた、ゼブラ柄のマッシュルームの椅子があるんですよ。この椅子なんですけど、これがね、今、一番ちょうどいいかな、みたいな。我が家では一番ちょうどいい高さかなと思って、これを、今置いて使ってるんですけど、もう一個まあなんか椅子探してたんですよ、ずっと。ここで、友達とかと夜ディナーとか、軽い軽食とか、撮ってもいいかな、みたいな感じで話してたと思うんで、そう、もう一個椅子欲しいなと思ってて、で、ずっと探してたんですけど、ついこの間、この椅子を買った、ウォントアンティークっていうショップがあるんですけど、そこを見てた時に、あの椅子、さっきの椅子を見つけて、超可愛いと思って。で、この椅子もまあちょっと派手だから、なんかこれと一緒に柄あってもいいかなと思って、あの椅子をゲットしました。なのでちょっとここに置いてみようと思います。この椅子をこっち側に移動させて、そしてこの椅子をここに置く。じゃん！可愛い！めっちゃいい感じ。うわ、うん。高さもマジちょうどいい。嬉しい。こんな感じの椅子なんですけど、柄が超可愛くて、黄色と赤とネイビーかな、これはのストライプ柄で、でもこの骨組みはウッドな感じでちょっと落ち着いてて、このなんかギャップっていうか、それがめちゃくちゃ可愛い。やばい、わあ嬉しい。ということで、ちょっとこれはぜひとも動画を回しながら開封しようと思って、我が家の新しい椅子でした。ということで、また夜ご飯でお会いしましょう。はい、ということで夜になりましたので、今から夜ご飯作っていきたいと思います。夜メニューはですね、ヘルシービビンバを作っていこうと思います。最近も本当にこればっかりでめちゃくちゃ食べてますということで、まずは、お肉を焼こうかな。お肉を焼いていきます。待って、今取れてなかった、びっくりした。今ちょっと鶏もも肉を焼いてます。鶏ももは 200g 使ってて、で、油は鶏から出るので引いてないっていう話をしてました。少し量もヘルシーにするために。そして皮も剥ぎます。それで両面焼きます。じゃあ焼いてる間にタレを作っていきますね。鶏肉につけるタレ、まずはお砂糖を大さじ1弱ぐらい入れます。お酒を大さじ1、みりんを大さじ1/2、醤油も大さじ1/2、コチュジャンも大さじ1/2入れます。生姜とニンニクをちょっとずつ入れます。わ、ミックス。これでもうタレは完成です。そしてですね、ちょっとここでヘルシーポイントなんですけど、お米の代わりにこのカリフラワーライスを使います。賛否両論というか、好き嫌いはあると思うんですけど、私は全然普通に、まあ、好きっていうか全然これでもいいので、これを使っていきたいと思います。めっちゃ固まってる。で、これでラップして3分ちょっとぐらいレンチンで温めます。で、私はちょっと本当大型が出ちゃうんですけど、もうちょっと鶏肉試着したいので、こんな感じで裂きます、箸で。最初にね、包丁とか使って切ればいいんですけど、洗い物がちょっとめんどくさいので、ここで裂いていきます。ほんと一旦行儀悪いので、人様に出すときはちゃんと包丁でやりましょう。全然大きいままでもいいんだけど、かさ増し気分でちっちゃくしていく。こんな感じである程度火が通ったら、先ほど作ったこのタレを入れて、
を絡めてちょっと煮詰めていきます。いい香り。盛り付けをしていきます。さっき温めたカリフラワーライス、こんな感じです。これをまず丼に乗せて、さっき作った鶏肉を適量入れます。さすがにこれ全部は多いので数回に分けて食べます。このぐらいかな。そしてこれね、もうちょっと作っちゃってるんですけど、人参とほうれん草のナムルを入れます。そしたら続いてこちらの、これあのスーパーとかに売ってる辛もやしみたいな、七味もやしみたいなやつなんですけど、これを乗せます。そしたらこちらのキムチ、私はこのチョンカキムチを使ってる、乗せます。ちょっとね、乗せすぎると辛くなっちゃうので、辛いの好きな方は全然いいと思うんですけど、このチョンカキムチ意外と辛いからね。そしたら最後にこちらの海苔を入れていきます。で、本当はね、この海苔、韓国海苔のあのなんかフレーク的なやつとかの方がいいと思うんですけど、持ってないっていうこと でしかも全部これ味濃いから、まあこの普通の海苔でもいいかなと思って、私はこれを乗せてます。私海苔大好きすぎるからいつもいっぱい乗せちゃうんだけど、こんな感じで美味しそうじゃない。そうして、そうして、最後の仕上げにこちらの温玉を乗せます。温玉もね、これ自分で作ったんだけど、お湯沸かして沸騰したら火止めて卵を入れて13分ぐらいもそのまま放置、何も触らずそのまま放置すると意外といい感じに温玉できます。よいしょ。あ、ちょっと緩かったな、こういう時もあるんですけど、こちらで完成です。ヘルシービビンバ、美味しそうでしょ。はい、ということで夜ご飯完成しました。やばくない？めちゃくちゃ美味しそうでしょ。本当に美味しいんです。これが、ちなみにこのお茶はコーン茶です。もう超韓国って感じ。ということで早速いただきたいと思います。ちなみに私はもうこれは全部グワーって混ぜて食べちゃう派です。あんまりこういうのが好きじゃない方ごめんなさいでも私はもう全部混ぜて、まんべんなく混ぜて食べる派なので、私ビビンバ意外と超好きなんだよねビビンバ超好きっていう人あんまいないじゃないですか。わかんないけど、でも私超好きなんだよねビビンバ。結構韓国料理屋さんとか行ったらビビンバ聞かれちゃう。ではいただきます。うん、うん、ふん、ほんともうトッピングはほとんど全部味が結構しっかりついてるから、全然トッピングだけでも美味しい。うん、めっちゃ野菜も取れて肉も入ってるし、ご飯、普通のご飯でももちろん美味しいです。もうちょっと気を使ってカリフラワーライスにしてます。でもちょっと今日さっきのカリフラワーライスめっちゃ固まってたじゃないですか。だからちょっと水分が、もっとしっかり水分切った方が良かったかも。若干水っぽくなっちゃいました。やっぱこのね、ほんと海苔がマジでいい味出すんですよね意外と。うん、ちなみにナムルのレシピはほうれん草と人参細かく切って茹でてボウル入れて、ごま油とごまと醤油とお塩ちょっとと鶏ガラスープの素入れて作ってます。てか今8時半前なんです。8時半じゃないか、6時半前なんですけど、めっちゃ日が伸びたからまだ全然外明るくて、なんか夜ご飯って感じしないけど、私は基本的にいつもまあ6時台には食べたいかなって感じ、7時ぐらいには最低でも食べたいかなっていう感じです。うん、コーン茶が美味しすぎる。ということで夜ご飯はこんな感じでした。ちなみにさっきこのもやしが切れてて、もやし買いに行ったんですよスーパーに。ちょっと美味しそうなアイスクリームを見つけちゃいまして、それを後でちょっと食べたいと思うのでまたその時回します。では一旦失礼します。はい、ということでやった、アイスのお時間です。こちらなんかハーゲンダッツの
豆乳バニラっていうやつがあって、これいいじゃんと思って。カロリーは170キロカロリーで、タンパク質 3.6g、 脂質が 5.5g なので、まあアイスにしてはっていう感じ。美味しそう、いただきます。初めて食べるやつ。こんな感じ。いただきます。うんうん、美味しい。なんか結構私豆乳のアイスとか食べたことあるんですけど、やっぱその豆乳のなんて言うんだろう、独特な風味っていうのはあるけど、なんか今まで食べた中で一番こうクリーミーっていうか、なんかコクもしっかりある感じで美味しい。なんかね、チョコとマカダミアナッツのやつもあって、豆乳のやつでそれも気になりました。あ、なんか幸せな。本当はね、アメリカンチェリーを食べようと思って買ったんですよ。でもはしごしたんですね、スーパーを。1軒目でアメリカンチェリーを買って、2軒目でこれ見つけて、え、美味しそうと思って、今日はこっちを食べたいと思います。アメリカンチェリーはまた明日とか食べたいかな。そういえば私ね、歯の矯正終わったんだよね。歯の表面につけてたアタッチメントが全部取れて、もうツルツルになりました、表面が。すごい綺麗になって歯並びが、嬉しい。2番目の歯がすっごいちっちゃくて、だからちょっとこの大きさの違いであれなんですけど、でも並びは結構綺麗になったので嬉しいです。頑張ってよかった。でまだこれを維持するためにマウスピース生活が2年続くんですけど、人生で考えたら2年なんて短いと思うので、はい、ということで1日の食事はこんな感じでした。最近あんまり撮れてなかった気がするので、食事系っていうか1日の食事もそうだけど、久しぶりに撮ってみようと思って、最近私のそのお気に入りのメニューとかもあったから、みんなに紹介したいなと思ってこの動画を撮りました。ぜひなんか参考になるところがあれば、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ということで私はちょっとネットフリックスでも見ながらゆっくりアイス食べたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。